東条鎮は吉蘭県の中で最も北に位置している自治体です。かつて清王朝時代、台北は淡水町、吉蘭はカバラン町と呼ばれていました。そしてこの2つの地域は雪山山脈によって分断されており、行き来することは非常に大変でした。かつて台北・吉蘭地区は船によって行き来していたのですが、台湾の東北の海域は天気が変わりやすく、非常に強い季節風が吹くため、航海には危険が伴っていました。そのため、清王朝時代の1800年に両者の行き来を容易にするために山道が切り開かれ、両者の地名を取って丹乱道と名付けられました。その後、鉄道の開通や土木技術の出展による新たな幹線道路が次々と開かれ、かつての丹乱道は現在ではその一部がトレッキングコースとして残るのみとなっています。その丹乱道の中でも現在一番の人気を誇るのが、新北市高陵と吉蘭県東条の間をつなぐ総霊古道です。このコースは全長約 9km のトレッキングコースで、コースの両側に鉄道の駅があることから交通の便も良く、山を登り切った先からコバルトブルーの太平洋を眺めるとあって、台湾の人々に非常に人気なんです。このコースはそれほど厳しい山登りもなく、綺麗な清流に沿って登っていくので、休日に森林浴でフィットンチッドを吸収するのにもってこいですね。歴史ある参道ということで、コースの途中に何箇所か史跡も残っています。まず目にするのは、チョンゼンマン園、ユーチンパン園と彫り込まれた非常に大きな岩です。この岩は1867年、清同治6年に台湾の軍司令官の役職にあった劉明東が残したもので、すでに160年の歴史があるんです。これはかつて劉明東がこの道を通って吉蘭に視察に行った際、この場所で濃い霧に包まれたことに由来しています。彼はこの霧は山に住む魔物の仕業に違いないと思い、この鎮圧のために石にこの文字を記したところ、霧はみるみると晴れていったと伝えられています。そしてこの道を通っていた商人が奇跡を起こした彼の言葉を岩に彫り込んだものが、現在総霊古道上に残されている有人板園碑なんですね。実際この場所に非常に天気が変わりやすく、一旦霧が出ると視界はほぼなくなってしまうため、道に迷う危険もあるので、当時この道を頻繁に利用していた人々にとって、この石碑は大きな慰めとなっていたことでしょうね。さらに進んでいくと峠となり、天気が良ければ海を一望できるようになります。その峠のすぐ手前にあるのがもう一つの史跡、古事碑です。この大きく虎という文字が刻まれた石碑も劉明東によるものです。彼はこの場所で暴風に見舞われ立ち往生してしまいます。そこで中国の古典である易経の文書である風は虎に従うという言葉を書き、風を鎮めようとしたと伝えられています。この古事碑も有人板園碑同様、1867年のもので、いずれも政府により三級史跡に指定されています。政府により切り開かれた道である丹乱道、しかし公共事業として多額の資金や人力を使い切り開いた道ですら、このような暴風や霧にたびたび見舞われてしまうというのが、台湾東北部の厳しい気候を物語っていますね。峠を越えれば総霊古道も後半部分です。海の向こうには喜山島も見えてきます。およそ3から4時間のトレッキングで終点の大理天光廟に到着します。大理天光廟は非常に大きく豪華なお宮で、もう目の前は海なんです。豪華絢爛なお宮で一休みした後は、
もう少し歩けば台湾鉄道の大理駅です。日本時代のさらに前、清王朝時代に開かれた丹乱古道。この160年の歴史の中で、たくさんの人々が様々な思いを抱いてこの道を歩き、台北と宜蘭を行き来していたことに思いを馳せながら歩いていたんですね。さて、トレッキングが終わったら大理駅から帰るのでもいいんですが、もし時間があればもう一駅先の台慶駅まで電車で行ってみましょう。台慶には東城鎮のみならず、宜蘭県でも抜群の知名度を誇る漁港があります。台湾には海洋文化もあるが海鮮文化もあると台湾の人々はよく言っています。この漁港では近海や沿海漁船が出港しており、港には様々な新鮮な海産物が並べられています。台湾では海の戦車と書いてハイザンチャーと呼ばれている、ロブスター並みの高級食材となっているウチワエビ、近海でよく獲れるタチウオ、熱帯魚のようにカラフルな魚たち、サメやワタウナギ、イカやタコなど、実に様々な新鮮な海産物が並びます。港にはレストランが併設されており、買った魚を調理してもらえるほか、店でも様々な海鮮料理を提供しています。せっかく海の町東城まで来たのなら、海鮮物をたくさん食べずにはもったいないですよね。宜蘭東城の外洋は宇石港の北側に位置する平坦な砂浜が広がるビーチです。このビーチでは白い波が次々と岸に打ち付けられ、日の光でキラキラ輝いています。また遠くに見える貴山島の姿も美しい景色の一部となっています。ここでは美しいビーチで水遊びを楽しめるほか、サーフィンなどの水上アクティビティも楽しむことができます。平坦な砂浜が広がる外洋ビーチでは、平日になると多くの人々が海水浴に訪れるほか、サーフィン愛好家たちも集まってきます。サーフボードを持って海に繰り出し、素晴らしい波が来るときれいに海乗りを決めるのです。ビーチの近くには多くのサーフィンレッスンを行っているショップがあり、サーフィンができない人でもその快感を味わおうと挑戦することができます。ここは海水浴の他にも刺激があり、技術の必要なスポーツとしてパラグライダーやサーフィンを楽しめる場所なのです。東城の外洋ビーチは空と海の両方のスポーツを楽しむことができます。東北角海岸航路で北関地区を越えると海に浮かぶ貴山島が見え始め、宜蘭東城に近づいたことがわかります。この海に浮かぶ島は火山島であり、この島は大きな亀の形をしており、ホエールウォッチングで知られています。貴山島の海域は台湾の三大漁場でもあり、豊富な魚資源を有しています。毎年3月から11月にかけて、この海域には10種類以上のクジラやイルカが現れます。その中でもハシナガイルカ、南ハンドウイルカ、ユメゴンドウ、オキゴンドウなどはよく海面に跳ね出ます。貴山島に行ってみたいと思いました？宇石港で船のチケットを買うだけで訪れることができるんですよ。かつて貴山島は軍事基地となっており、一般人は上陸できませんでした。現在では貴山島は観光できるだけでなく、インターネットで上陸手続きまで全て行うことができるんです。貴山島に上陸観光するコースの他にもホエールウォッチングのコースがあります。同じく宇石港から船に乗るのですが、ホエールウォッチングコースは貴山島付近の海域にとどまるおよそ2時間のコースとなっています。今回は非常に運に恵まれ、天気が晴れ渡り、波も小さく
絶好のホエールウォッチング日和となりました。そのため基山島に近づくとたくさんのイルカたちが飛び跳ねており、その数は100を超えていたのです。キャプテンはこのように大量のイルカに会えたのは今年初めてだと言っていました。イルカたちは今日撮影に来ることを知っていたかのようですね。ホエールウォッチングの他にも基山島のゴツゴツした岩肌も見てみましょう。これらはすべて火山の溶岩が冷えて固まったことにより作り出された特色な景観なのです。基山島の東部の海域では白い泡が海から湧き出ているのがわかります。これは火山の熱が噴き出しているのです。キリタンから約1キロに渡り伸びている砂地であるシャーズエイは、冬と夏の異なる風向きや川の流れにより南北に移動するので、まるで亀が尻尾を振っているように見えますね。このような特別な景観は基山島に訪れれば実際に見ることができます。宇石港は近年遠洋漁業の工事が行われており、防波堤や船着き場の建設が進んでいます。またかつての史跡も記念公園として整備される予定です。ホエールウォッチングや基山島上陸ツアーの関係で、この港は休日は多くの人々が訪れる場所となっています。そのためこの港にはビジターセンターも建設されました。宇石港の北側、堤防内の歩道は夕刻に散歩したり基山島を鑑賞するための絶好のスポットとなります。